の話は、西日本旅客鉄道が新下の関駅東、萩駅間を山陽本線、山陰本線経由で運行する観光列車である。本港では、前身であるミスズ牛を綾をはじめ山陰本線、山口県内を主な運行区間とした臨時観光列車についても記述する。2017年に開催された幕末維新山口でスティネーションキャンペーンを契機に運行を開始し、 主に土曜日、休日に運行されている。列車名は、沿線の萩、長と下関には、日本と西洋を引き合わせた志士たちの歴史や文化、海の幸や地酒など、見て、聞いて、感じてみたい様々な、話が息づいているということからこの名称がついた。土曜、休日に新下関駅東萩駅間で運行されており、全車指定席で運行されている。また、 往路は、長戸市駅では、後続の仙崎駅方面の普通列車に接続するダイヤとなっている。なお、旗西駅下関駅間と袋の長戸市駅、仙崎駅間は重複運転を行っているが、の話など、下関駅で折り返して、山陰本線と山陽本線を直通する列車に、乗車した際の運賃は、下関駅で途中下車しなければ、 旗西駅下野関駅間や長戸市駅、仙崎駅間に関しては、不要となる特例が設けられている。なお、仙崎では30分の停車時間が設けられ、停車時間中の下車観光が呼びかけられている。停車駅新下野関駅下野関駅、川田奈温泉駅小串市駅滝部駅コット井駅、人丸駅長戸市駅萩駅東、萩駅使用車両2両編成の専用車両が、 使用されている。後日のミスズシオアや洋車両を再改造したもの。外装は西洋に憧れた日本、西洋が憧れる日本をコンセプトに1号車が和風、2号車が洋風にデザインされている。また車体には洋と和をつないだ海が2両にまたがり、萩市の果実であり天然記念物の原木が長戸市にある夏みかんの花や下関市の花である。 浜マが各所にあしらわれている。内装は沿線の響き灘や海岸美に配慮し、窓枠を極力大型化したほか、海側に向いた座席が配置されている。その他に様々なイベントが行われるイベントスペースが設置されている。再改造にあたっては、ほぼ無改造だった1号車もにプラス1列の大型テーブル付きボックスシートに改められて指定席化され、 海側の窓が大型化されている。車内サービス販売カウンターが設置されており、沿線の品々が販売されている。イベントスペースでは、地元の観光アテンダントなどによる沿線の観光 PR や特産品の振る舞いなどが行われる。また車内では、弁当が販売されているが、どれも事前予約が必要であり、乗車の1ヶ月前から3日前までに、それぞれの販売元に、 申し込みが必要となっている。2005年3月の磯風廃止以降、山陰本線、下関増田間で、降落客向けの列車が消滅していたが、山陰本線西部の自治体である山口県下関市と長門市の要望を受け、2007年7月に、漁師を結ぶ観光列車として運行を開始した。主に週末に運転し、 沿線の日本海の眺望に配慮した指定席車両を連結した専用の車両を使用していた。列車自体に観光要素が盛り込まれており、駅間の風景の美しい3カ所で車窓からの風景を楽しむための一時停車が行われているのが特徴となっていた。列車名は長門市千崎出身で下関市で生涯を送った同様詩人金子美鈴に由来し、 公募により決定された。2017年の山口デスティネーションキャンペーンに向けて導入する新たな観光列車の話にミスズしシオアや専用車両を転用するため近日中に運行を終了することを2016年8月8日に発表し発表を受けて2017年1月29日に運行を終了した。土曜、休日に新下の席駅。 千崎駅間で一往復を運行。新下関駅下関駅間は快速列車、下関駅、千崎駅間は普通列車として運行された。なお、三スズーシオの運行日以外には一般型車両を用いて、下関駅、千崎駅間に普通列車が運行されている。2007年7月1日の運行開始当初は、新下関駅、 下関駅滝部駅、仙崎駅間に毎日に往復運行されていたが、2013年3月16日のダイヤ改正より現行の運行本数となった。停車駅新下関駅下関駅畑西駅。この区間は各駅に停車。仙崎駅使用車両下関地域鉄道部下関。車両センターで改造された2両編成の専用車両を用いた。 金子みすずの生きた時代にちなみ、アールデコ町のデザインが施されている。車両改造費用は約8000万円で、沿線自治体でもある、下関市、長戸市が負担している。二号車の指定席車両には、車内外に大幅な改造が施されていた。海側に大きな展望窓を備え、床固定式のテーブルが備え付けられていた。また、海側の指定座席は、 回転させることができ、前後で向かい合わせとすることができた。なお、1号車の自由席車両は通常、この区間を走行する車両とほぼ同等の設備となっていた。2013年3月15日改正以前は、下関駅滝部駅間の朝の普通列車1、往復にも使用されていた。この列車でも2号車は指定席とされていたため2号車に乗車するには、 指定席券が必要であったが、列車名がないため緑の窓口では、発券ができなかったため、当日車内で車掌から購入することになっていた。車内サービス売店が設置されており、エプロンに、ミスズーシオアヤと書いてある、メイド服を着た、販売員が携帯ストラップなどの限定グッズ、弁当、飲料などを販売していた。また、指定席車両では、車内イベントとして、 紙芝居を上演していた。なお、売店の営業と紙芝居の上演は現在は、運行日には毎日行われていたが、2013年3月15日までの毎日に往復運転していた時期も土曜、休日の1.2号の道実施されていた。社内で販売される弁当は、数量限定のオリジナル弁当、ミスズーシオアヤ弁当だが、何度か弁当の内容がリニューアルされた。 850円で販売されていた頃は10種類のパッケージが用意され、ミスズシオアヤ1号にて販売されていた。2008年1月26日から5月31日までは、JR 西日本によるトレーン参院本線キャンペーンが実施され、内容を変更の上950円で販売されていた。こちらも数量限定であるが、ミスズシオアヤの他下の駅、 新下関駅の各コンコース内うどん店で取り扱っていた。パッケージはミスズシオアヤの外観をデザインした尾崎慎吾によるイラストが使用された。2002年4月1日から行われた関門海峡物語の観光キャンペーンに合わせて同年4月から6月までの土曜、休日ダイヤに東萩駅下関駅間で快速コバルトブルーが運転された。 使用車両は、帰省本線で運転されていた、木の国 C サイドの車両を、専用列車として、同編成専用のデジューケディーゼル機関車が、牽引していた。2003年も、同様に運転が行われた。2004年3月から6月までの春休みや、ゴールデンウィークと土曜、休日ダイヤに、下関市、萩市及び津和の町など、山口県内の観光地を結ぶ列車として、 快速、萩、津和ノ号が、下関駅津和ノ駅間で運転された。使用車両は、快速、コバルトブルーと同じく、木の国シーサイド編成が使用された。JR 西日本のディスカバーウエストキャンペーンに合わせて、2005年3月19日から6月26日までの、春休みゴールデンウィークや土曜、休日に、萩、長とブルーライナーが運転された。 運転区間は新下関駅東萩駅間で、あるが、大路のみ、千崎駅を経由していた。一部の区間では、日本海の展望を楽しむために、速度を時速30キロメートルに落として走行する区間が設けられていた。JR 西日本の特徴ある列車や、鉄道施設など、魅力のある線区を取り上げて紹介する。 トレーンのキャンペーンに合わせて2008年5月10日11日にトレーン長戸号が朝駅、仙崎駅間で運転された。途中の停車駅は長戸市駅のみの快速列車で運転され2両編成の全車自由席で1日1往復設定されていた。長戸市駅では運転記念上車章を配布していた。ありがとうございます。